はいいどうもオクポンでございます日本、ポーランドね0-0で前半終わってもう10分ぐらい経過かなあともう少しで、えー、始まるのかなっていうところなんですけども音声を上げてみてますうん今ね同点っていうところでんすごいテンションが上がってるんですよポーランドと同点なのでね これはあ、私の中ではありえないんです。うん、ありえないというか、昔のイメージがどうしてもあるので、えー、ワールドカップの中のポーランドの位置づけと日本の位置づけっていうところで、非常にね、ここはあどうなっていくのまあまあ、日本が勝てばね、これ株価も上がるんじゃないかな、暗号通貨もね、市場盛り上がるんじゃないかなっていうぐらいの勢いじゃないかなと思いますよ。はい。すごい話ですからね。うん。一言で言ったら。 なので、えー、まあ、これがこのまま動けばいいんです。ちゅうところでですね、まあ、エイダがどこかしらに上場っていうところだったりとか、あもう、なんだろうな、国内の、ね、取引所があんまり良くないとかね、いろいろこう動きが出てますよね。ただ、この動きも、何度も言うようですけども、あのー、こんなもんだと。 おいう感じです時代の変化が起きる時っていうのはこんなもんだよというところなので、まあ、ここね、えー、しっかりと私たちは目を見開いてね見ていかなきゃです。でこれは必ずね何かに行きます。あのアング通貨でポジションを取ってる方っていうのはポジションを取らなかった方と比べたらあ歴史のねこう変革期に自分で入ってるか入ってないかっていうぐらい違うのでいずれね 暗号通貨っていうのは、これ、偉い人も言ってますけども、やっぱり広がらざるを得ないんすよ。うんね えー、まあ各国の余ったね、えー、コインを暗号通貨に変えるとかまあ、取引所が今ね、ね、え、急、ー、ピッチで日本の取引所は金融所に怒られてで今、急ピッチで動いてるとこです。で日本のね日本人の締め出しみたいのも各海外のね取引所で出てますけどもあのあれも言ってみたらね今度、その 日本人で持ってるね通貨があるエ例だとかね えー、セントラリティとか、じゃあそれね、どうやって取引するのって言ったら、日本の取引所でエイダとかセントラリティとかを扱わなきゃいけない。あ他の通貨もそうですよ、ね。ノー a もそうだしい、いろんな通貨があります。で、それを取り扱わなきゃいけないでしょうと。なんで取り扱うのって言ったら、私たち保有者が困るからです。取引ができないのに、取引ができる場がないっていうことは、これは困ったもんですよね。で、困ったところにビジネスっていうのは展開されます。 必ずそうです、えー。洗濯機も汚れた衣類を洗濯するのに最初手でやってたんだけどもそれがいつの間にか電動になってますで。米もそうです。米を洗ってトイレね、えー、浸して炊くのに今までは土鍋とか釜とかでやってましたよね。で薪を炊いて初め、えー、ちょろちょろ中パッパとか入れね、赤子が鳴いても えなんだ手を出すなかなあなんかそんなね歌い文句があ昭和の元年とかねあの辺大正とか明治とかねあの辺の歌なったと思うんですけどもそんなね歌い文句があるぐらいそんなものがねあったりとかで今どうなのかって言ったらもう電子ゃですよねえ洗ったものを浸してそれからピッてやるともう勝手に炊けてるとでしかも保温っていうのはやってると考えられないですね 100年前と比べたら。で、当たり前にそれが今、あ1万円台とか、数千円台でも、ひょっとしたらあるのかなと思いますけどもね、えー、まあそういうものは出てる。あれは何でかっていうと、やっぱりみんな働きに出るから困ってるんですよね。じゃあ、時間を、食うちをするのに時間を短縮したいっていう欲求ですね、人間の。 あとは、あ草草作業ですね。えー、要はあ、もっと楽にできないからも、もっとや楽にできないかな、もうそこのね、えー、な物草からね、ああいう家電っていうのはあ発展してきてますから、冷蔵庫もそうですよ、言うなればね、冷たいものを自宅で飲みたいっていう欲求だと思いますよ、最初はね。で、それが今や、あどこの家にやってもあるという欲求ですよね。 コンビニ行って買って飲めばいいんじゃないかなと思うんですけどもそれでもね一人暮らしの方でも冷蔵庫を保有してるっていうのは昨今でございますからあ,あ,のあのようにですね困ったもしかしたら困ってないのかも分かんないんだけどもみんなが持ってるからほんじゃあ,あそこにね、えー、それを欲しいとお言われる19も生まれてきてるという具合ですで今回はあそのねうん、まあ、冷やしたいものが腐る から冷蔵庫が欲しいで冷蔵庫みたいなものがあ今あできてはないんだけども構築されてるみたいなねで、まあ、各家庭まではいかないんだけども何だろうな市町村に市町村って何だな村にねおらが村に、まあ、1つ2つ出てるっていうぐらいの、まあ、比率なのかなと思いますでそれがいずれね洗濯機冷蔵庫みたいな感じでどこの格 家庭ででも使われれるでしょうこれはただ、時間がかかるかなと。なんで時間かかるのって言ったら、セキュリティ面がやっぱり弱いですよね。どこのあれして、ハッカーがうんちゃらかんちゃら、量子コンピューターがうんちゃらかんちゃらっていろいろあります。そのセキュリティを高めるっていう今、仕事がなされてます。それはなんでかっていうと、セキュリティで奪われちゃった人たちがいるから、要するに暗号通貨を持ってて、取引所に入れてる方が取られちゃって困ってるからなんですね。 で必ずこの困ってる困ってるっていうところからあ商売っていうのは成り立つんですこっから地が固まって、えー、いずれね世に出てくと今はあ地下をね這いつくばってるような感じだと思いますほふ前進をしてではいつくばってるとで地下マントルの上マグマグズグズしてるその辺をほふく前進でね這いつくばってるイメージいずれこのマグマがね地上に吹き出る時が来るでしょうもうその時になったら アンゴツカっていうそのエネルギーがですね、ああハワイのキラウエア火山じゃないですけども、あんな具合で、もう我慢できなくなって、ブオーって吹き上がるというのが私のイメージです、あくまでもイメージ、ただ、これが価格が乗っかってくるのかどうなのかって言ったら、なかなか難しいですよね、今の感じだと。ただ、それも見れますよね。 えー、破格的なあ価格がビットコインの上昇というのは17年にありましたけども、まあ、あんな感じで見音と上がる時も来るんじゃないかなと思ってます。でそれを夢見て私たち暗号通貨保有者は待ってるわけです。 でこの待ってるモチベーションを下げないのがやっぱり私の役割なのかなと今サッカーでねテンションが高ぶってるのでこういう話は普通にできますけどもやっぱりここなんじゃないかなと思いますこのモチベーション低下でずっと気を張っててもやっぱり大変だと思うのでそれはあー自分の気を やる気を逃がしながら、そのやる気ってどこに逃がすのっていうと、自分がやりたいこととか、あ他のね、えー、何かあ未来に対しての投資ですね。えー、自分に対しての投資をしていくのがやっぱり効率的なのかな,なと思います。うー自分がやりたいこと、未来を見据えて、これをやる、ああやる、こういうイメージが立ってるから、こうするんだっていうのが、やっぱり私たち、ここで必要なのかなと。それが今ね、 何、えー、て言うのかなあ、やっぱり、何て言うのかな、それを出さずにはあ入れないような環境になってきてるんじゃないかなと思います。やきもきしてますよね、みんなきっと。暗号通貨上がれ で、ここで調べてはいるんだけども、価格に反映されない。ねえー、詳しく暗号通貨あ、詳しく毎日のように情報を拾って、ここで、ね、調べてるけど、分からないと。本当にそれは毎日のようにそれを繰り返してますよね。で、やっぱりそれでは木が、ま、参っちゃいます。なので、木、えー、を逃がして、 そのやる気をですね他のものにぶつけてあげてそれを生産性が高くなるものにぶつけてあげるといいんじゃないかなとそれは自己発信だったりとか自分の自己発信をすると自分の、ね、考え方がどん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 明確になってきます、えー、例えば私であれば今日腹立った出来事が1個あって 趣味っていう言われ方を僕私に対してした方がいるんですよで私は趣味で生きてるわけじゃないですよやりたいからやってるだけの話でそのやりたいことをやってるだけのものをその趣味って私の趣味のイメージだと生産性がなくてただ時間を潰してるようなイメージなんですねもちろんその方もそうやってイメージで言い放ったわけではないと思うんですけども、えー、趣味に熱中できていいですよねと冗談じゃないと はっきり言って、あの株なんか、趣味で熱中してたら、あもう首取られるよと、命剥がれるよというぐらいの次元のものです。そのぐらい困窮してるんですよ。未来に対して悲観はしてないんだけども、攻めなきゃいけないっていう自分の衝動があります、ものすごく。 でそれは何でかというと自由っていうものが欲しい、えー、もちろんですねおご、えー、られいやあまあ人にお、ね、ごってもらってっていう方もいらっしゃいますけどもあれは一言で言うと若さっていうものがまず一つ武器になってますあとは初動一発目の一人しかいないっていうところがあまたねそれが武器になってます。 オラレイヤーっていう名前ネーミングをつけたのは彼でしょうしまあ他の方かも分かんないんだけどもそれをつけて Twitter で今あー5万かな5万フォロワー数とか5万とかいるんですよであれがなんでバズが立ってんのかっていうと1人しかやってないからなんですよ そこがポイントで、これが2人3人、まあ、いずれ出てくるでしょ。女の人1人いるみたいなんだけども、見向きもされてないですね、今、現段階では。でしかも、おごられ家って同じ単語をね、使ってね、えー、自分の名前をつけてね、やってるようなんですけども、見向きもされないです。なんで見向きされるのって言ったら、誰よりも早く発信をしたからなんですよ。 私はこういう活動ししるああいう活動これは別にオーラレイヤーにーだけにね、えー、照らし出されてるわけじゃなくて、他のことでも十分言えます。自分が何からあーっていうのね、例えば都心で。 うーんまあ、私のね、情報をやったことしかやっぱり話せないので、味噌作りをやるよと。で、そうすると、都心で味噌作りで、本気でね、えー、生の麹を使って、えーまあ、国産の大豆で,でこ、国産のね、天然塩で作った味噌だよって言ったら、これは罰が起きると思うんですよ。たぶん、1、まあ、年も経たずに情報発信をしながらやってたら、都心でですよ、あくまでも。 あ江東区とかね、えー、あの辺の埋め立て地でね、えー、それこそ何だろうなあれ何ビルっていうのかな何いいっていうのなんかタワーマンションかタワーマンションでそういうことをやってるよとで何十ね えー、そこ、なんとか平米のここに暮らしている方がそういうことやったら2つバズが立ちつつからお金持ちがこんなことやってんのって言ったら2つ、で3つのタグって言われてるんですよね、えー、何かものを発信するのには3つのタグ,タグを合わせなさいと、その場合は天然味噌でお金持ち、タワーマンションに住む主婦が、ね、これ十分ですね。 3つのタグでこれは罰が起きるででしょうでそのネーミングでもってバリューをね発行してみるとひょっとしたらもっと面白いものがあると思うんですけど今私が思いつくもので自分が踏んだものであればそういうねネーミングでもって発信をすれば十分ね えー、自分の価値はあ世にいい現れるんじゃないかなと思います。で、まあ、サッカーもね、いい加減始まりまして、10分くらい経過したのかなあっていうところなので、まあ、この辺で、えー、切ります。はい。ではね、あのー、いろいろありますから、あ自分のね、えーあ、強みを生かしてください。まずね。えー、苦手なことをお嫌いなことは捨ててください。まずね。これは年齢があ言ってれば言ってるほどそうです。自分の強みを生かす。 苦手なものを捨てる。嫌いなものは捨てる。ね、で得意なも,ものだ。そうだあ強,み強みっていうのはあ得意なものですから、あと好きなものっていうのは並行してありますよね。これ伸びゆく未来で描いていくならばあ、得意なものっていうのはまず1発目。で、2番目にこれは好きだから何でもかんでもやっちゃうでしょでこの好きなものっていうのは続けていくんですよ。で、そうすると、いずれ何かで引っかかりが出ます。 書くものっていうのはあ言葉だとかね、えー、流行りっていうのはいずれね上がるとこが絶対来るんですよ。で今例えばあ服で言うならば女性がね裾が広い裾のズボンが流行ってますけどもあれもね70年代とか流行ったっていうんですよね。 でそれが10年周期で吹くとかはアパレル業界っていうのは来ますので,でその周期が今その裾が広がってるねものっていうところで、えー、来てるわけです。というように天然食品がバズが起きる場合だとか何かいろいろね変わったものがバズが起きる時って周期が絶対あると思うんですよ。株なんかもそうです同じ株を見てて下がるときと上がるときって必ず来るんですよ。 うん、この業界は、このおお業界はいついつこういうことをやってて、過去にこういうことがやってて、今であれば 4G、5G か今ね、5G で伸びると、オリンピックがこうだから、で建設業界が今、あすごく、まあ、人手不足なんだけども、好調だとかね、こういうのって必ず起きます、何かのイベントでね。 うん、なので、えー、その自分が来るものっていうのは必ず来るんでそれを信じろってことじゃないんですけども続けて続けて、えー、それをやってるといつの日間にですね自分っていうネームバリューものそのやってるネームバリューってのはどんどん生きていくとこがある最初はビビたるもんなんですよそこが流行ってればいいですよ。 うん、あ,あのーせうん、昨年みたいに暗号通貨、仮想通貨で引っかかれば、誰でもね、発信すれば有名になれるでした。うん、仮想通貨少女かな。ああいうものも出たのも、結局、誰でも発信すれば有名になれたんですよ。あれは仕掛け人がビジネスをやってる方が、その裏にいます。仕掛けてる人は、必ずう。っていうとこなんですよ。あれもそうなんですよ。トレンドに乗るっていうのは一番うまいんだけども、トレンドがわかんないっていう方もいると思うんですよ。 今これトレンド乗っかっても遅いし今仮想通貨暗号通貨で発信をしようとするならば遅いしって言われる方は自分の好きなものっていうよりは得意なものをある絶対あるんで情報発信をしながらこれやってみてこれやってみてとかこれやったことがある昔の取った絹塚で今ねまさにバズが起きようとしてるものもあると思うんですよね折り紙だとかなんかいろいろ剣玉とかいろいろあるでしょヨーヨーとかベーゴマだとか あールービックキューブはもう出すぎちゃってる感あるんで、なんかいろいろあるでしょう。一発芸みたいなね。えー、大道芸みたいなね、えー。やってみたみたいなね。えー、そういうのがあると、ま、ものまねもしっかりですよね。それを情報発信をずーっと YouTube とかでしてれば、いずれ何かでね、引っかかりが来るんじゃないかなと。流行り廃りがあるんでね。そのトレンドってのはいつ来るかわかんない。ただ、 あまあ10年かかんないで来るんじゃないかなと思いますよ。今始めてね。えー、なので、まあまあ、何でもやってみてっていう時期にあるんじゃないかなと思います。ここで切りますね。えー、もう15分経ちましたんで、えー、どうなったのかな、日本、ポーランドね。では、このままアップします。ではでは。